こちらは、大本ウルスの、第九代皇帝。第七代代、ハーン、武装会社の長男。父会社が即位すると、皇太子に建てられたおじアユルバルワダの時代の、大ハーンに定められたが、次第四年の会社休止後、祖母のダギと、中書未期上昇、テムデルラダギの実家コンギラト部族に連なる派閥が、政権を掌握し、コンギラト部族の女性を母としない。 こちらに代わって、アユルバルワダの、コシデバラが、皇太子に立てられた。中央に封じられた。こちらは、辺境のウーナンに送り出されたが、配置に向かう途中戦制で暴殺されかけたため、中央アジアのチャガタユルスに逃亡した。大ハーンに即位した、エーソーシデバラが暗殺され、暗殺者も次のハーンとなった。 大帝帝へスンテムルによって一掃されたことによって、コシラを排斥したテムデルの一党は政権から排除されていたが、コシラはそのまま中央アジアに泊まり、かつて父のカイシャンが海寧王だった時代に駐留していたアルタイ山脈西六方面で自立勢力を固めていた。松室は元年旧暦七月にエスンテムルが崩御すると上都でエスンテムルの維持、 アリギバを擁立した左上昇、ダウラトシャーを中心とするイエスウンティムル政権派と、ダイトでコシラの弟、トクテムルを擁立した、キプチャク軍閥のエルテムル、アスト軍閥のバヤンダを中心とする、旧カイシャン政権派による内乱が起こり、ゴビ砂漠以南の将を、貴族、軍閥の支持を集めた、ダイト側が勝利した。一方、内乱開始の法を受けた、コシラは、 中央アジアの省王の講演を受けて、アルタイ山脈を越え、モンゴル高原に入った。モンゴル高原の省王族、有力者たちは、こちらを正当なハーンくらいの継承者と認めて、キュートカラコルムに迎え入れ、こちらは、高原のモンゴル遊牧騎馬軍団の圧倒的な軍事力を背景に、すでにハーンに即位していた弟、トクテムルに圧力をかけた。大都のトクテムル政権は、 名目上は、より有力な、コシらと戦うことを諦め、こちらに、ハーミーを譲ることを宣言した。年が明けて、天略二年春、まず特テムルの下で、政府主犯の中小上昇となっていたエルテムルが、皇帝の玉児を携えて、モンゴル高原に赴き、大都側がこちらを歓迎して迎え入れる意を明らかに、した。 トクテムルは改めて皇太子を名乗り、大藩を称した、コシラは上都に向かった。8月1日、コシラは上都近郊のオングチャドに至って行営を張り、翌日より、皇太子トクテムル以下王族、大臣を集めて宴会を行ったが、8月5日になって、突如英中没し,した。コシラの側近に集った、チャガタイ一門やモンゴル高原の王族、 有力者によって、権制を奪われることを恐れたエルテムルが先手を打って、毒殺したとみられる。イエスンテムルの死からこちらの死、徳、テムルの福井までの一年間の一連の騒乱を、徳テムルの言語をとって、天略の内乱という。天略の内乱の後は、キプチャク軍閥のエルテムル、その死後には、アスト軍閥のバヤンが、独裁権を握り、 元松の軍閥政権時代が幕を開けることになる。ありがとうございます。